代表質問を終えられましたが、はい、総合的なご感想をま,すまず、昨日の代表質問と比べて、総理の答弁は極めて落ち着いて、明確にお答えいただきました、この点は大変分かりやすく良かったと思います、また、質問事項に対して特に好循環を実現する、また被災地の復興を加速するということについては、強い決意が示されたと思います。 えー、好循環のところでは、賃金、私の質問に対して、フォローアップをしていくと、賃金上昇について、これは大,大企業、中小企業、しっかりと政府として、フォローアップをした結果を公表すると,ということも答弁されました、ぜひこれらを通じて、好循環実現に、政府が与党とともに主導的役割を果たしてまいりたいと思います。 それから、えーまあ、私の質問のところでは特に平和外交についていくつかの問いを発しましたアジア諸国との協力についてはこの多国間の協議の場を例えば ASEAN 地域フォーラムなどのような場を通じて我が党としてアア、まあ、政府として協し ここを活用していいくととう趣旨とかですねあるいは武器輸出についてはこれまでの平和国家としての,厚みあの歩みについて一定の評価をしているということは明確に述べられましたそれから核廃絶については我が国として積極的な提言をしていくということも明確に述べられましたそれから武器貿易条約これは日本がリードして作った条約であり武器輸出国 も含めてできるだけ多くの国々の参加を日本が求めていくとこういう決意も示されましたそ総じて私はここにこの日本の平和国家としての具体的な姿勢を表したというふうに思いますのでここはこの今後政府与党で強力に推進していく。 舞台だと思います特に、まあ、アジア諸国との関係については中国韓国については総理は明言はされませんでしたけれどもこの ARF ア,アセアン地域フォーラムのようなものは中韓も参加して行われる会議体であります、まあ、そうした中でアセアンを中心にこの地域の平和と安定のためにどういう協力ができるか特に衆議院で 井上幹事長も質問しましたが、2015年は世界防災会議が仙台で開かれます、こうした機会を捉えながら、ASEAN アア諸国、そして参加する国々が、この国際的な災害救援、あるいは防災についての協力を確認し、いろいろな仕組みを作り上げていくと。 いうことは大事な場だと思いますね。総理はぜひその点も意識されておっしゃったのではないかと思いますが、今後の論戦で具体的に深めてまいりたいと思います。それから、まあ教育の点については私の問いかけに対して与党で教育委員会のあり方について与党の意見も聞きながら今後検討していくということを。 去年、まあ、昨日衆議院に続いて、えー、しっかりとお述べになりましたので、えー、この点も与党で協議を進めていきたい、えー、また道徳教育の在り方についても特別な教科として、えー、位置づけるという総理の方針でありますけれどもそれにあたって、えー現,まあ、現場の状況や、えー、あるいはさまざまな意見 に耳を傾けながらそれらを踏まえて検討していくということも述べになりましたまあそうした姿勢で今後検討が進んでいくことを望んでおります東京オリンピックまこの点についてはオールジャパンで取り組む特にスポーツや観光あるいは文化などの地域資源を活用しながらこれを生かしていくと いう趣旨が明確に述べられましたので、今後、政府・与党で具体的に取り組んでまいりたいと思います今、代表おっしゃった中で2つ取り上げたいんですけれども、外交面で武器出三原則の見直し、はい、また内政面でいわゆる教育改革についてですね、はい、まあ政府が大胆な改革というのをまあ検討している中で、まあ、代表が慎重な検討というのを求められたと思うんですが、まあ、総理の答弁、その 与党のまあ意見もしっかり踏まえる、関係者の理解も得るとしつつも、代表のそういうい中立性の問いであるとか、そういうところに正面からまあお答えになったわけではないと思うんですが、このお答え、どういうふうに評価されるか、を改めて総理の姿勢は、この現状に対する問題提起を含んでいると思います。ですから我々とししてもそうした問題提起はあ 重要な視点だと思っておりますのでそれらを踏まえつつも幅広い観点から議論を重ねていくとそして国民の理解を得ながら最終的な政府与党の合意を得ると政府与党の合意をベースにしながらさらにまたより広い合意を形成していくとまこうした点で与党の中で活発な議論をが行われることそれを総理も見守りながら議論を進めるという姿勢は重要なことだと思いました あと最後の、あの代表質問の最後の部分なんですけれども、優先順位を踏まえ、まあ、幅広い合意形成を、はい、という、まあ、メッセージを総理に向かって投げかけられましたが、このメッセージ、込められた思いというのは、どういうものだったんでしょうかまあこれは政権発足当時、えー、政権合意を結びました、そこでえ安倍政権として取り組む政府・与党の姿勢を確認したわけですね、ですからそこに掲げられた課題をしっかり取り組む。 結果を出すそしてそこには優先順位もつけて合意をしたわけですからそうしたことを思い返しながら取り組んでいくとそういういわば連立政権としての基本を原点これを踏まえて共に力を合わせて国民の期待に応えましょうと,ということを呼びかけたかったわけであります。あの代表質問を通じてその優先順位という、まあ 意識というのは共有はできたというふうに、はい、私は総理のその経済再生そして被災地復興にかける思い強い思いというのは明確に示されたその点ではあしっかりと共有できたと思っております各社さんいかがでしょうか 質問のです、ねはい、最後の部分であの連立政権の風雪に耐えた経験を生かしたいということと、はいえー、与党のそれぞれの持ち味を生かしてということを、ねはい、おっしゃっていましたけれども、はい、これ言われた狙いというのを教えていただけますかこの連立政権の性格について、えー、総理ご自身があ党大会の折に風雪に耐えた政権であるという重要性を そういう言葉で表現されていらっしゃいましたですからそれは我々も同感でありますのでその自項連立政権の意義と役割ということは総理と共通の思いを持っていると思いますその上で違う政党であり個々の政策についてはやはり違う点もありますこれは公明党立党50年ということを踏まえてこれまで作ってきた政策の実績や あるいは党の姿勢というものを生かしながらもちろん自由民主党の持ち味というものもともに生かしながら国民の期待に応えるとこういう連立政権の自公連立政権の今の日本の政治における重要性というものをともに確認をしたかったということであります。 あの昨日の衆議院での質問に続いて、はい、今日もあの集団的自衛権の行使の,の問題については、特に触れられなかったんですけれども、衆参で特にこの,質問このことについて触れなかったことについては何、なんらかのやっぱり判断というのをされたんでしょうか。いや、特別な意味は込めているわけではありませんが、施政方針演説に対する質問ですので、施政方針については総理はあその中身については全く触れられませんでしたので。えー もっと他の重要な触れられた課題について質問したわけであります,すみません関連してなんですけれども、はいはいまあ昨日井上幹事長代表質問後のぶら下がりで,です、ね、はい、今の集団的自衛権の問題、まあ、今国会のまあ焦点ではないと思っているという趣旨の発言があったんですが、はいはい、代表はその点、今国会において、集団的自衛権の憲法解釈見直しについて、議論というのは焦点になってくるとお考えでしょうか。まあそれは分かりませんが 少なくとも総理のもとでいわば指摘懇談会指摘諮問機関として議論が続いているということですので、まあ、4月以降報告を出すという趣旨が出てますけれどもそれがどう議論に上るのかということは不透明であります総理の言葉ではその報告書が出た後与党にも議論の機会を与えてで政府与党で合意形成に 進みたいと、こういうプロセスをおっしゃっているわけですから、少なくとも国会に議論するようなことにはなかなかならないんではないかと、まだ時期尚早なのではないかと思っております。いいいいかかかががででししょううよろしいですかありがとうございました、はい